独裁捜索は利益にならない、と言っても、手段はある。女性は、売春、ができる。だから、男性よりも特に捜索に関して、無理ができるような気が、する。その辺で、身を削ってしまう、とき、もしかして何かの過失は自然とそこに発生するのだろうか。それを評価してしまうとき、業界の、少なくともその場の理解は成功に関して手段、それが歪んでいくのかもしれない。その、働く、という意味の先にある、何かのいびつ派？ともかく、大賀さん、それは今も存在は無視されてるので、壁、という理解にはならない可能性が、多々。自分は止まるが、彼らは止まらない、のだ。その人々にお金を払うとき、そこで糧を得る手段は、それしか？数十名のアニメーターが消費した、ことへの認識？が、なんか今も、軽い。無視されている理解がある。